走れ大井チャンネル。皆さんこんばんは、走れ大井チャンネルです。自分が昨日動画でセカンドのゲッツーを紹介したんですけど、今日は、新作にショートのゲッツーやってもらうと思います。お願いします。お願いします。まずは正面からなんですけど、正面のゴロはその普通にファーストに投げるつもりで取りに行くと、その体がこっち向いちゃうので、なるべくは待ってる時にその取る体勢のまま少しずつ前出ながら取って、自分は右足を前に出して取った方がこう投げやすいので、こう普通にこう取りに行くと、わざわざちょっとこう足をわざわざ動かさないと投げないし、時間がかかるので、右足を前に出しながらこう正面をこう投げるっていう、こう正面が来たと思ったら普通に前に出てちょっとこう取ってこのまま投げるっていう、実際やってみます。こう来たらこう来たらこんな感じで、それもこう投げよう投げようって思ってすぐ体が浮いちゃってやると、そう取れないので、しっかり取ってからでいいんで、こう投げる、右足を前に出すっていうのがちょっとポイントです。で次はこっち側のショートの深いところなんですけど、深いところは、練習からはなるべくしっかりこう足を運んでこう ずると雨の日とかは滑ってしまうので、練習とかはからしっかり足を運んでこう足をしっかり運んで正面で取るっていうイメージでやっていくと、まあ試合でもしっかりしていくし、あとこう取ったら左足を引くイメージでこうしっかり投げる。でこれも上こう重心が後ろに行くとこう上行っちゃうので、しっかり体幹しっかりお腹使ってこうしっかり投げるっていう、足をしっかり運んでこう、で最後投げた後もしっかりこうしっかり腕がその投げた方向にこう最後投げ切れるようなっていうのがイメージです。であとそのこっち側もあるんですけど、逆シングルで取る時もこう体がこっち向いていてこう取ると、そのまあエラーする確率が高いので、こっち側向けばこう取れば逆進っていうか、ここも正面なので、ここも正面だか正面なので、そうすればこう正面で取ってしっかりま慌てずに送球っていうのが、まあ、理想的っていう感じです。腹の前で取ってからしっかり送球っていうイメージ、まあ、しっかり下半身を運んで下半身で取って下半身で投げるっていう、そういうイメージです。でトスは下なるべく下からボールを下から見るイメージで、こうやって取る位置はヒールをつま先上げて取ったらそのまま、この勢いでトス、この勢いでトス、そういうイメージなんですけど、トスもここをしっかり見せる、セカンドに見せてあげるイメージでトス、そして最後自分もトスしたら自分も行くような感じっていうイメージです。はい、というわけで今日はショートのゲッツを紹介しました。またリクエストとかあれば下のコメント欄によろしくお願いします。では今日の動画終わります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。では失礼します。皆さん、チャンネル登録はお済みですか？自分の走る大チャンネルをチャンネル登録して、毎日動画をチェックしてみてください。自分は毎日6時半にアップできるように、努力しております。そんなわけでこれからもよろしくお願いします。さすら感情のぶっ込んで誰も彼もが気がついて何がいいのかわからんな。チャンネル登録お願いします。